はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日も OBS のとっても便利なプラグインをご紹介します。特に僕のような音楽をやっていたり、ステージをやっている人にはとっても便利ないわゆる音のポン出し器というのを皆さんにご紹介したいと思います。画面にあるように サウンドボードドック1.1.1というようなソフトウェアです。もちろん OBS の28にも対応しています。右端の方のダウンロードをやっていただきます。ここですね。Go to download というのをやりますと、少し下がったところにアセットというのがありまして、そこに Windows の インストールがありますここですねこれをダウンロードしたいと思いますセキュリティの画面が出ますがここは続けてやってください はい。インストーラーが始まりますので、基本的には C のプログラムファイルズに OBS が入っている場合は、そのまま続けていただいていいです。はい。インストールがすぐに終わりますので、そうしたら OBS を立ち上げます。はい。このように OBS が立ち上がりました。 そして、このソフトを使うのは、上のメニューのドックから出してきます。サウンドボードというのがありますので、ここで、このようなウィンドウが表示されます。まあ、ウィンドウと言いましても、ドッキングステーションになっていますので、空いているところにこのように入れるという方法もあります。そこで、プラスのキーを押して、 鳴らせたいサウンドを押します。例えば「ありがとう」とかいうのを入れたいと思います。その時は分かりやすいように名前もそのように入力しておきます。そうしましてファイルを選びます。 ここでありがとうを選びます。あとはここでループさせるかとかいうようなことが設定できますが通常はループを押さないでおきます。あと音量であったりモノラルで出すのかそういうようなことが設定できますが皆さんが 今聞いて分かりやすいようにするためにここをモニターをモニターと出力に変えておきます。はい、このようにしまして OK をします。するとここに青いボタンでありがとうというのが出てきました。ちょっと鳴らしてみましょう。ありがとう。はい、このようにありがとうと言いました。もう一つ付け加えましょう。 ちょっとライブに良さそうな声をここから出していきます。ワンツースリー方を選びます。はい、じゃあ、これを選んでみます。一応聞いておきましょう。2> 1, 2, 3, はい、これの方がいいですので、これを開きます。 そして名前をわかりやすく1,2,3方にしておきます。そしてちょっと声が小さめでしたので、ここを大きくしておきます。そうですね、5デシベルぐらい上がっても大丈夫だったと思います。じゃあこれで OK をします。すると、この右の方にありがとうと、 1,2,3が出ましたので、ここを押します。1,2,3,4このように簡単に音のポン出しができるようになるわけです。皆さんもぜひともライブなんかをする、もしくはその録画をする、そういう人にはとっても便利な OBS の使い方ができるんではないでしょうか。今日は サウンドボードという OBS の便利プラグインを紹介しましたので拍手とかそういうのをたくさん入れて楽しいライブ配信をしてみましょう。村長でした。ありがとうございました。